赤色が道路線、青色は第二阪和国道。和歌山県道、大阪府道752号和歌山阪南線は、和歌山県和歌山市から大阪府阪南市に至る一般府県道である。和歌山県道、大阪府道752号和歌山阪南線2017年4月1日の第二阪和国道全線開通に伴って、国道26号の指定が外れ、 国土交通省から大阪府和歌山県へ移管された。梅原交差点海がかり交差点間で、甲子腰街道を継承する道路で一部重複する。箱の裏ランプ以南は主要道路が一本しかないため渋滞が日常的に発生していたが、バイパスが丹能はランプまで延伸されたことによって、両ランプ間の交通状況は改善された。梅原交差点。 下出来た交差点間は昭和戦前期にいわゆる大正国道の国道十六号の振動として付設され引き続いて昭和国道の国道二十六号に指定されていた道路の一部区間にあたる起点梅原交差点間は潜災復興都市計画事業や黒潮国体関連事業によって九百七十一年にかけて国道二十六号のバイパスとして拡幅 新設された道路である。下手北交差点、終点間は1974年の半和自動車道の反乱インターチェンジ海南インターチェンジ間開通に伴って付設された道路の一部区間に当たり、1983年に国道26号の一部区間となった。ありがとうございます。